小玉草から取れる獅子は人を奈落の底に突き落とす死の薬である。だがその魅力の虜となり求める者が後を絶たぬという、無法者の口から出た清水の女、界隈の土地や利権を支配しているヤクザ者で、六兵衛の叔父越後屋平助と取引を行っているという、悪しきつながりを断ち広がりを止めねばならない。小玉草とはいい商売よな。越後屋はどうして？その旦那様からことづてを預かっておりまして、急な用件でそちらには行けなくなってしまったんで、申し訳ねえが今晩のところはお引き取りいただけねえかと。獅子は小玉草はどうして？それがそのてめえ、覚悟はできてるんだろうね。さて、続きを聞こうかい？